こんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。池カメラでのんびりバードウォッチングもいいんだけど、やっぱり自然の中での鳥見が一番。ということで、今日の動画はこれから1年間で何種類の鳥を見ることができるか、かっこほぼ自力でという新企画の第1回になります。とはいえ、バードウォッチングに出られる時間も限られてるので、情報をかき集めてひたすら数を伸ばすというのではなく、初心に立ち戻ってネットや友達からの情報に頼らずに本や雑誌の情報で動くことにします。なので、簡単なルールとして動画の最後に次の行き先を決めてしまうことにしました。できるだけ毎週月曜に更新したいのですが、そのあたりは温かい目で見守っていただけると嬉しいです。そんなわけで、今日は3月28日、まずは地元の北本自然観察公園にやってきました。もう桜が満開です。大ホケキョとウグイスの声も聞こえてます。冬鳥はまだ残っているかな。では最後までごゆっくりお付き合いください。センター裏からスタートします。いい感じに桜が咲いてますね。メジロとかいそうです。発見、最初の鳥さんは、予想通りメジロさんでした。梅の花にも来るのでグイスと間違われる鳥さんです。実はグイス色はメジロの色で、グイスはもっと地味な灰色の鳥なんです。枝の間に小さな鳥がいます。今日の2番目はエナガでした。尾羽が長いのでついた名前です。遠くの桜の木にももう1羽いました。可愛い声が聞こえてます。林を抜け切る手前、左手に鳥さんがいます。ヤマガラが何かを食べていました。今日の3番目はヤマガラです。開けた場所に来ました。周りはヨシが刈られた後の湿地です。ヨシは新芽が出始めたばかり。まだ田んぼのようですね。右手から鳥のさえずりが聞こえています。ここで今日のシステムを紹介。カメラはオリンパスの OM-1 で 300mm の望遠レンズとテレコンをつけてます。中国製の軽いカーボン三脚とニューアーのビデオ音台、マイクはオーディオテクニカです。ここにも開けた場所が好きな鳥がいました。6番目はセブロセキレイ。白黒のはっきりした鳥さんですね。額と眉の白がくっきり男前です。あ、女子かも。長い尾を上下させながら水
水辺の湿地で食べ物を探しています。後ろの藪に佇んでいたシジュウカラ、本日の7番目は最もポピュラーな鳥さんでした。いつも動き回っているシジュウカラは周りを気にしながら静かに佇んでいます。今頃シジュウカラは鳴き始めてるけど、次の鳥さん行きます。足原の先に飛んできたのは本日の8番目、チョウビタキメスです。チョウビタキもポピュラーな鳥ですが、冬鳥として埼玉に来ているので、もう少し暖かくなると北へ旅立ちます。標高の高い地域では夏の間も残るらしいんだけど、この辺りでは秋から春までの鳥さんです。おや、頭の上で鳥さんの声がします。こちらも冬鳥、チメさんです。9種類目です。斜め下を見るとヒヨドリが休んでいました。10種類達成です。ヒヨドリは家の周りでもよく見かける鳥さんです。よく見るとグレー一色ではないんですね。もう1羽、休憩中のハトを見つけました。キジバト、11種類目ですね。地味なグレーのハトだけど首の模様が特徴です。少し進んで高尾の池に来ました。カモたちはいないようです。鳥のカモたちはそろそろ北へ帰る時期なのですが、もう帰ったのかな。ここには1羽、ダイサギがいました。12種類目。なんだかダンスをするように動き回っています。そして首を伸ばしたり曲げたりして水面を見つめています。ありがとうございました。また来週です。バイバイ。